Case Pick。助手席下側にあるバッテリーマイナス端子を外します。ステアリング横のパネルを外します。トルクスネジを左右緩めます。エアバッグを外し裏側の配線を外します。4箇所のネジを外し、左右のカバーを外します。センターを合わせやすいように、マスキングテープなどで印をつけておきます。ステアリング中央のナットを十字レンチ等で外します。ステアリング本体を外します。ステアリング本体裏側のパネルをスポーツステアリングに取り付けます。外した手順で元に戻して取り付け完了です。